い、どうもなぎです。それでは鍵山さん、なぎちゃん先生、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。というわけで今回の企画は生物だけで当てろパーティー編成クイズ、こちらをやっていきましょう。ほう、これ私外してはいけないシリーズ、大丈夫かな鍵山さんに頼ろうかなちなみにこれはね第2弾ですね、うちのチャンネルでは。はい、前回の方が大好評だったのでやっていくわけですが、こちらツイッターの方で募集した新居螺旋12層を星9で攻略したパーティーの生物だけを見てキャラクターを当てていただきます。なので、まあ、その生物を見てこれつけてるからこのキャラだなとか、まあ、この生物の隣にこれがあるからこのキャラだなみたいな予想を立てつつね、当てていただければと。これはフォンテーヌになってからの螺旋でね、現在の9月29日時点での新居螺旋ですね、まあ、前半にあのカニだったり後半にコペリウス、コペリアがいるので、そこら辺も考慮しながら考えていただければと思います。でクイズのポイントとしては、当てたキャラの数 ×1 ポイントで、全員当てたらボーナスでさらに追加1ポイント、最大5ポイントのポイント形式になってます。これツイッターので募集したってことは、はい、特殊なパーティーで戦ってる人とかもいる可能性がある。まあもちろん、おうん、まあね、原神やっぱ10人十色だから、それは否定できんわ ね、まあ、とはいえ新居螺旋12層星9でクリアしますからね、一定の強さは担保されてます。まあめちゃくちゃな生物構成でいくってなったらね、なかなかきついだろうから、まあやっぱオーソドックスな感じでいって大丈夫なんじゃないかな、うん、なるほどね今回もクイズは編集者さんに作ってきてもらったので、俺も回答者側に回ります。なるほど、はい、じゃあそれでは早速1問目からやっていきましょう。はい、外せねえな。1問目がこちらです。ほい、砂上4セット、吸気族4セット、うん、絶縁吸気族、洗顔4セット。やばい、はい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 、もう分からんかも。あー、まあでも分かる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 分かったかも、分かったかもしんない。3人目が分からん。これはね、私は一応ドヤ顔しとくか。私はドヤ顔してる。やばい、ちょっと3番がちょっと不安かもしれない。これはね、間違ってたらあれだけど、あの生物がないのがヒントかな。本来螺旋攻略する上ではあの生物が入っているはずだが、それが入っていないような気がする。え、何それ、ちょっと待って、惑わさないで、分かんないやめて、一旦ね、ちょっと待って、回答の方していきたいと思います。では回答の方お願いします。せーの、放浪者ベネット、ファルザン、レイラ。私は放浪者ベネット、ゆくあきファルザン。放浪者ベネット、ファルザン、勝利。待って、やばい結構違うこれね、4人目洗顔4セットはね、勝利トラップなんですね。何、おそらくいや、結構ね、私も実は勝利先生は一突言ってなかったら洗顔ロークをおすすめしないんですけど、結構つけてはる人がいるんで、ここはまあ普通に。いや、放浪者だったら洗顔4セットな気がするけどな。待って、ちょっと私何も考えずにこの人がファルザンを貫突している前提あーやばいファルザン貫突毒されてるかもしれない、それは。でも可能性はあるじゃん可能性はある。正解の方見ていきましょう。正解がこちらになります。デゲデン、フォローシャベネット、ファルザン勝利。何よしよしよしマジかいや、これはね、でもレイラちゃんも全然あり。私3番と4番ちょっと逆ですけど、ファルザン入ってるからいいってことにならないそれはね、残念ながらなりませんね。同じ生物だったらなるんですけど、今回ね生物が違うのでちくしょうあ、ちなみにさっきの時に言ってて、生物であれがないんじゃないって言ったのは水力の影ですね。あー、なるほどね。うん、まあ、風元素は残念ながら水力デバフはできないんで。いや、これはお見事でございます。いや、すごい。いや、ありがとうございます。ボーナスもいただいていくでいい。それでは2問目の方いきましょう。はい、2問目こちらです。ファントム4セット、絶縁4セット、水力4セット、吸気族4セット、うん、あれしかない2択ある。2人目が分からん。2番だけ怪しい。2番がさ、めっちゃ2択あるのよ俺はこの1番と2番の組み合わせ好きじゃないけど、これでいきます。はい、それでは回答の方よろしいでしょうか。 OK です。回答の方お願いします。せーの、リネシャンリンカズハベネット。私もリネシャンリンカズハベネットです。リネシャンリンカエデハラカズハベネット、満場一致。はい、全員一緒ですね。いや、なんかちょっと2番ですごく迷ったんだけど。私わかる。おお、さあいかがです。正解がリネ勝利リネットベネットということで、それは無理だ分かんないよ絶縁4勝利。いや、それも原神
それも原神だね。トラップじゃん。おい、リネとリネット固有テンプ噛み合ってないだろう。え、でもやっぱこう一緒に戦いたいもんね、わかるよ。固定観念にとらわれていた。リネ勝利ベネットはね、少なくともめちゃくちゃ相性いい編成だから、うんうん、まあ、無理にね、炎3人しなくても強いからね、リネは。まあ、こういうのも面白いっすよね。一通りだけじゃないみたいな、王道以外にもあるのがね、原神ですよ。自分がいかに凝り固まった考えをしてるかがわかる。まあまあ、これはいいんじゃないかな。うん、癖が強いのリネットだけなんで、これに関しては。そうね。では、お次、こちらになります。水力シメナは水力4セット、絶縁4セット、洗顔絶縁ということで。え、待って、わかんない。え、水力シメナはと水力4セットが同じパーティーに入ることあるの？え、もうマジでわかんない。え、ちょっと待って。え、やばい、1ミリもわからん。本当にわかんない。え、もうわかんない。なんかもう付け替えるのめんどくさいからそのままでいいやみたいな感じの可能性もあるんじゃん。あるかもしれん、うん、あるかも。はい、それでは回答の方お願いします。せーの、ショーファルザンシャンリンベネット。私が放浪者ジーンユクアキイエランです。ショーファルザンユクアキサンゴノミヤココミ。なるほどです。あー、わからん、これカニ対策で水いっぱいっていう風な解釈したんだけど。いや、わかる、私もそれで 3-4 決めた。正解がこちらになります。でん、平蔵カズハユクアキディオナ。うわー、ディオナやったか。待って、いや、迷った。1人も当たってない。いや、これむずい。あー、ゆくあきだけかすった、なぎちゃん先生と私が。あ、ほんとだ。なるほどね。カズハで水耐性下げて、ゆくあきの追撃火力を上げようっていうことね。これはね、マジで生物問題史上一番難かったかもしれん。いや、ほんとよ。やっぱ平蔵で言ってる人もいるんすね。しかもこの人、前半後半両方風パーティーで攻略してるから、そういうこだわりのもと。おー。風元素男子が好きで、こう絶対入れたいとかいう、うん、あれかもしれない。ちゃんと星球取れてるのすごいね。ではお次4問目いきましょう。はい、こちらになります。神社雷金セット、旧貴族4セット、水力4セット、ひまじょう神社。え、ちょっと待って、ヒントが結構少ないんだけど。むずい。神社雷金初めて聞いたが、しめ縄剣闘士じゃなくて神社っていうのがすでに癖強そうなんだけど、この人。いやー、もしかすると神社王城録回りまくって剣闘士よりこっちみたいな出来がいいのかね。癖強いで、もう神社雷金勝利って書いていい。困った時の勝利。困った時の勝利。まあいいでしょう、 OK です、整いました。でも分からんわ、これ絶対違うと思う。はい、それでは回答の方お願いします。せーの、ジン・ベネット・カズハ・エンヒ。え、ナナちゃん、勝利先生、カズハ・クレイです。エンヒ・ユクアキ・スクロース・アンバー。なるほど、ダブルアタッカーみたいな感じですね、鍵山さんは。いやね、ヒマジョつけながら神社王城録みたいな攻撃寄りの2セット効果ずつをつけるキャラクターってかなり限られてて、うんうんうん、では正解がこちらになります。勝利ベネットカズハクレイ、ガチで勝利やんけ。ほんまに勝利マジで勝利だ。そのままにしとけば新車雷金勝利、新しいな。あまりにも信じたいすぎる。すこの人のコメントで、進化余興にこもりすぎたものの末路です、だそうです。多ボープが強すぎてこっちの勝利の方が実は強かったという結論になったんでしょう、おそらく。まあでもあるかもね。いや、だってこの勝利先生漁獲持ってるよ。なんか爆発でもやっぱ火力がきっと出るんだ。すごい。ちょっと今回のね、生物クイズむずいわ。さすが十人十色。ではお次の問題いきましょう。はい、こちらになります。洗顔加解、水洗加解、絶縁4セット、ひまじょ4セットということで。ちょっと待ってよ、問題が進むにつれてちょっとひねくれた考え方になってきてる。今回の問題ね、だいぶ癖強ですからね。一番手が、選択肢がまためちゃめちゃ多いよね。一番当てはまる人多い多い多い、うん、はい、それでは回答の方お願いします。せーの、キララ・イエラン・ユクアキ・フート。キララ・イエラン・勝利・クレイです。勝利・イエラン・ユクアキ・フーターを、キララか勝利か違いますね、ナギさんとは。そうですね。あー、なるほど、そういうことか。勝利だったらそこまで HP 特化にしなくてもいいんじゃないかなっていう読みで、ナギちゃん先生ダブルシールド編成になってる。あ、ほんとだ。お、ほんまや。ほんとだ、言われて今気づいた。クレイちゃん全力で守りたいなってる。ほんとや。まあまあ
でも全然そのパーティーでも螺旋12層星木はいけそうな感じあるけどね。いやそうだよ、いやあるよ全然あります正解の方見ていきましょう。こちらです、はい、レイラニーロイエランフータオということで。ニーロニーロだと。あーフータオだけか。これはわからないよまあ前半はね、あのカニがいますからね、水付着多めっていう気持ちはわかる。これ当てれる人いたらやべえよいや過去一癖強かもしれんね。では次の問題いきましょう。はい、いきましょう。はい、こちらになります。強風剣闘士、絶縁剣闘士、吸気族4セット、水力4セットということで。わからん、どうしよう絶縁剣闘士って何？わからん。絶縁剣闘士、いやまあ無難な形でいくとこうだけど多分違うんだろうな。ここちょっとアレンジ入ってる臭いな。これで大丈夫かな。はい、それでは回答の方お願いします。せーの、半神格ベネットカズハ。私が彩香ゆくあきディオナカズハです。神里彩香神格ゆくあき楓原カズハ。なるほど、カズハは全員一致で、俺と影山さんが二人目神格、なぎちゃん先生と影山さんがタッカー彩香ってこと。うん、彩香だったら氷風4セットなんじゃないかなと思ってカウにしました。いやわからないよね。どうでしょう、逆に私カウだったら楽団とかの方もさ考えちゃって。あーなるほど ね、 そうね。それでは正解がこちらになります。ガイアロサリアベネットカズハあ、そっちの路線で合ってたんか。いや私も一瞬ガイア思ったんだよ。うわマジかこれでも前半これでいったのすごいね。だってこれカニに対してすごいきついぜ。確かに水元素いない。やりますね。まあ確かに絶縁剣闘士っていうところで神格じゃないだろうっていうので。いやそうなんだよね。まあもしくは神格の爆発が重すぎてつけたんかなっていうなのかちょっと思ったんですけど。そう思ったんだけど、まあ、冷静に考えれば絶縁剣闘士だったらロサリアっていうのは、まあ、これはいけたな。はい、それでは最終結果としてはこんな感じになりました。おお結構僅差。うん、難かったにもかかわらず結構僅差なのすごいよね新京螺旋クイズ史上一番難かったと言ってもおそらく過言じゃない難易だったので。投稿した人がめちゃめちゃ上手ければ自分たちが想像だにもしないすごいパーティーで攻略していたりするからクイズっていうのもあったけど、いろんなパーティー見れて私は面白かったっすね。そのパーティーでもクリアできるんだってすごいなって。なので、まあ、クイズ企画のエンタメの一つとして楽しんでいただければ幸いです。はい、それでは今回遊びに来ていただいたなぎちゃん先生と影山さんのチャンネルは概要欄の方に貼っておりますので、ぜひぜひそちらからお二人のチャンネル登録の方よろしくお願いします。よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。